話すね。もうみんな持ち出した人もいるかな。あの熱いところ持たないでね、今日あの手で持ち上げてみてください。私はここにいてこのまま主張すればいいですね。はい、あの気をつけてくださいね。火ですので、じゃあもしよかったらどうぞ一緒に参加してください。でそんな私たちが一生の間に吹き消すろうそくの数は3741本。誕生日という毎年一つ増える幸せの数、それが3741本。こちらに持ってくる、ありがとうございます。いいです、皆さんそこの場でも気をつけてください。水が入ってるからなんか動かすと消えちゃうかもしれない。で今年、ね、今夜この私にとっても初めての冬至だったんですけど、このジョイナスの屋上を照らすろうそくの数は、命の数え方から、そしてこの3741本という数から発動して、企画させていただきました。ただ悲しいことに、世界193カ国のうち安心して赤ちゃんを育てられる国は、たった64カ国しかありません。この世界は、まだ涙で溢れているんです。今夜は、そういった他の国の方、他の国で暮らす方たちみんなの幸せを願ってみたいと思います。でケーキに立てられたろうそくを一息で吹き消すと願いが叶う。これは、13世紀ドイツのヒンターフェスネが発祥と言われているおまじないです。皆さん持ちました？やっぱり持ちきれないぐらい残ってるのは、でもこうやって周りがだんだん暗くなってきてます。1、2の3で、消したいなと思ってますので、あの一瞬それでまた目の前が暗くなるので、それの余韻などもね味わっていただきたいと思います。良いですか？皆さん持ってない方、もしあの吹き消すビールが飲みたくなる、イベント最後今吹き消すイベントに来た方、あの持ってください。そっとあの金具のところ触ると熱いので、金具のところ触らないください。それでは1、2の3でいますので、みんなプーって吹き消しましょう。バースデーケーキのキャンドルのようにいろんな願いを込めて、それでは1、2の3、ありがとうございます。ライトがね明るいからまだ明るいけども、ありがとうございます。今後ともジョイナスでのお買い物、お食事などをお楽しみください。どうもありがとうございました。